はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。昨日はね、午後風吹いて、結構ね寒かったんですが、今日は天気良くなりました。田んぼへ来てます。よいしょ。この辺奥が、日光の山になります。今日は綺麗ですね。ちょっと見えるかな。ここね、山、白い雪がかぶってます。いい天気です、ね、毎日こういう天気だといいんですけどね、なかなかそういうわけにいきません。はい、でちょっとワイドが、で今日何をしに田んぼへ来てるかっていうと、掘りざらいです。で、掘りざらいの前にちょっとね、ここが道路と掘りの間にちょっと空き地がありまして、この空き地の部分にね、結構ゴミが捨てられてました。で、今拾ったんです。で、拾ったのがこのビニールのね、袋に入ってます。缶と瓶とペットボトルが、結構入ってました。まあね、毎回のことなんですけど、まあ散歩に来る人がちょっと捨ててっちゃうのかな、ちょっと悲しいですけどね。そんなところで、今拾い終わりましたんで、これからね掘りざらいを始めたいと思います。じゃあ今、カメラをセットします。よいしょ。どこいしょ。あまりね画面揺らしたくないんで、よっこいしょ。でこれでビデオをセットすれば、よいしょ。ちょっと角度があれかな。まあだいたい水平、だいたい水平かな。大丈夫か。はい、こんなことでね、じゃあ始めたいと思います。よいしょ。固定カメラからですとちょっと分かりにくいんですが、ここに排水口があります。でこの排水口って、掘っておかないと、結構ねここを道路をすれ違う時に道があると思ってね、この排水口側へ寄って落っこちてしまうという車が稀ですがあります。でまあ綺麗にね、掘りざらいしておけばそういう落っこちてしまう人もいなくなるんで、たけし農場は毎年、ここは掘りをさらって、ここに溝があるんだよっていうのを分かるようにしてあげてます。まあこれもまあ最低限のエチケットかなと思ってね、まあほとんどの農家の人やんないんですけど、まあ米が安いからっていうのは理由にならないんでね、まあ余分な手間はかけたくないっていうのは分かりますけど、まあそういう問題でもないんで、たけし農場的には毎年やってます。どこまでだろう。あれ、もうちょっとさっきまであるはずだな。毎年ここは土はあげてます。あ、ここだ。よいしょ。去年だったかな、去年の稲刈り終わった後、やはりね年配の方が落っこちて、じゃあ JAF のレッカーを呼んでました。悲しいよね、なんでこんなところにあるんだよみたいなね。ほんでこう、今の農家の人って結構除草剤かけちゃうんで、どんどん崩れちゃってね、道路と同じ高さになって、気がついたら溝だったってたまにありますんでね。たけし農場的には掘りざらいの時に
自分家の堀だけじゃなくて、まあここもね軽く溝を土を上げとくっていうことを毎年やってます。悲しいよね。まあ JAF 呼んだにしてもね、来て上げるまでに、2、3時間かかっちゃうんでしょうね。でほら JAF もね傷つけないように、ほら片側がドンと落っこっちゃう わけですからね。どうやって上げたんか知らないんだけど、 JAF が来てなんか劣化で釣り上げたんかな、やってました去年。まあ落っこちた人は気の毒だなと思うんですけど、まあしょうがないよね。まあこういうところもあるんで、ぜひ農道を走るときはあまり路肩には寄りすぎないと、あとまあ先の方まで見通せるんで、対向車が来るなと思ったらまあ一本脇の道、お互いにね擦っちゃうとかさ、まあ軽自動車ぐらいでしたらね、まあ楽勝にすれ違えるんですが、まあ寄りすぎてね落っこっちゃったとかっていうことも泣きにしもあらずなんで、まあ基本まあ農道でまあ車のすれ違いはやんない方がいいのかなと。まあ自分なんかもね見通せるんで、対向車が来そうな時は一本脇の道を走る。まさかねすれ違ってまあ相手の車落っこっちゃったらね、知らんぷりして行っちゃうわけにいかないもんね。どうしましたの一言ぐらいかけてねやってやんないといけないんで、まあお互いにね落っこっちゃっても、自分が落っこっちゃっても相手が落っこっちゃってもね、まあえらい時間かかっちゃいますので、まあ基本農道ではまあ極力すれ違わない方がいいのかなと、はい、思います。はい、そんなわけでね、ここは終わりましたんで、今度は本来の、掘りざらいっていうかね、はい、まあ大して、溜まってはいないんですけど、まあ竹志農場は毎年、ここのやはりねこう両側が土になってますんで、どうしても落ちてきます。でそれを軽くさらってます。よいしょ。まあね、農家が農道を利用するっていうのは、まあ田植えの時期と稲刈りの時期がほとんどなんでね、まあその時だけはちょっと農家の方にね、道を譲ってほしいんだよね。まあ一般公道なんで、まあ誰が走ってもいいんですけど、まあね、農家の人は、仕事でね、やむを得ず車止めてるわけですから、まあ中にはねマナーの悪い人もいてね、ちょっと因縁つけてここは俺の道だみたいな感じでね、通ってくる人もいますんでね、まあそんな人は相手にね口論してもしょうがないんで、ごめんなさい今寄せますって、田んぼの中からね、土手まで歩いてきてさ、まあ例えばここ100メーターあるんで、そのね一番奥の方でさ、クラクション鳴らされてちょっと振り向いたら、あここすれ違いませんでしたって、ほんで そこからね歩いてまたも田んぼの中戻ってきてさ、車寄せるまでに5分ぐらいかかっちゃうもんね下手すると。だったらさ、すれ違わないでさ一本ね隣の道を走ればせいぜい遠回りしたって 2、3分、それ考えたらね、田んぼの中で作業してる人の車を寄せてすれ違うんだったら一本脇の道に行っちゃった方が早いんでね、まあぜひ、まあ、この YouTube の、まあ、農家のコーナーをね見てる方は多分皆さんマナーがいいんでそういう人はいないと思うんですが、
まあ堂々とねクラクションを鳴らして作業を中断させて、で車を避けさせてね、まあ行く人もたまにいます、ね。まあ一応ね、まあ一本公道なんですが、まあ田んぼの中の農道はまあ農耕者優先と思っていただけるとね、非常にありがたいよね。よいしょ。よっこいしょ。あとまあ先ほども言いましたように、ここは結構あの散歩のコースになってるらしくてね、ゴミを捨てていく人が、まあ、後を絶たなくて、それもね、まあそんな何時間も歩くわけじゃないでしょうから、ちょっと自分 の飲んだのをねポケットかなんか入れて家まで持っていけばいい話なんですもんね。それを、まあ、飲み終わった途端に置いて捨てていっちゃうと。で、まあ一番困るのが瓶ですよね。瓶割れるとちょっと危険なんで、でペットボトルは腐らないしね、ということで、まあ一番比較的そのまま放置してもあまり影響ないのは、あのコーヒーの缶、鉄でできてる、そういうのはね、まあそのまま放置しても何年か後には錆びてねボロボロになっちゃうんですけど、それ以外のものってのは回収しないといけないんでね、まあぜひそれもやめてほしいですよね。まあしゃあないとはしゃあないんだけど、だから、まあ、自分は絶対やんないよね。自分はもう農家の人が大変なの分かってるんで、でまあ大体助手席に誰か乗せて走るっていうのは嫁が多いんで、嫁以外はほとんど乗せないんで、まあ嫁はそんなことしないしね、やったらこの野郎って怒っちゃうしね、うん。まあそんなわけで、農道はこれに使いましょうと。それと農家の車を見かけたらちょっとね仕事を中断させるんじゃなくて、まあできればね一本脇の道を行ってくれると非常にありがたいと、まあそんなことを思ってます。はい、一応半分終わりましたんでね、ここからあと同じなので一回止めます。この後はあと半分やります。あ、ちょっと腰が痛い、ちょっと止めるついでにお茶にしましょう。はい、じゃあ止めます。